薄イ最新は、馬の鈴草加官青遺族に分類される多年草の一種。中国大陸中南部、朝鮮半島及び日本に分布する。日本では本州の中部地方、関東地方から中国地方にかけて広く分布し、産地のやや湿ったリンに生育する。従来、関東地方以北、主に東北地方で本種とされてきたのは2007年に、 東国最新やサラムと北遠征やマジーテルノコムとして分けられ新種記載された。夏季は3から5月頃で安心色の花を咲かせる。花弁のように見える部分は額である。同種の青い類などと比べ葉が薄いこと味が辛いことが和名の由来となっている。あれが種子を運ぶ。国内に分布する薄葉最新は形態、含有成分の違いなどにより 複数の亜種が指摘されている。本種は上肺軸休眠種子と呼ばれる特性があり、植物体が種子を飛散させる状態になっていても、種子内部の肺は十分に成熟をしていない。そのため、出順埋蔵期間中に肺が肥大成長し、発芽に至る。また、成熟は摂氏10度及び摂氏25度100日では進まず、指摘温度は 摂氏15度50日程度とされる。薄葉最新、または、経林最新の根及び根茎は、細かのとという木薬である。減熱、鎮痛作用があり、小生流油、魔王不死最新油、立甲酸などの漢方放剤に使われる。ありがとうございます。